ちで、ね、いやいやってこと、いやそうでもないけど好きでやってるよ。タンタンガタガタタン、サウンマイプリオリティ、どっちマイプリオリティですか。え、山ちゃん立ち上がりましたけど何かこの顔したいことがあったら何もでもせっかくですから岡崎のお客様に、あ、思い出の話じゃなくてね、何かお客様に申し上げたいこととか何かないですか。もう寒い中とかいろいろ本当あるでしょ。こんばんは。ありがとうございます。寒い中本当にありがとうございます。ちょっと立ち上がったり座ったり挙動不審だと思います。ちょっとこのステージ上の風通しがとっても良くてですね。いやもうマイクを返しに来たんですよ。いや返しに来てその間ちょっと体が動くから温まるはずです。そういう感じです。いや、ほんと火に当たるってね、動いていただいて踊ってもらうのもいいし、あったかく来てくださいね。そんなわけで、本当に寒いですから皆さん、もちろん曲の途中、席立っていただいて全然大丈夫です。で何が寒いかって、だってお尻がまず冷たい。寒くない、木だから大丈夫だ。私ちょっとその理由もわからないんですけど、さっきのお父さんのヘルメットと同じくらいで、座布団とか持って見えてる方も見えるんですか。大丈夫ですか。本当にもう本当に風邪ひかないように気をつけていただいて、ちょっと本当さ曲の間でも寒いと思ったら火の近くとかね、そこら辺走り回っていただいても本当に大丈夫ですので、風邪ひかないように気をつけてください。それでは次の曲は踊れない曲をお届けしたいと思いますけれども、ビンゴ追い分けを聴いてください。Thank you.
泣いたとさ。辛い辛いお別れを泣いたとさ。リンゴの花びらが風に散ったよな。
暑くなってきて汗かいてきたんですけども寒いまま大丈夫さてさて、それでは本日私たちの演奏の最後の曲をお届けしようと思いますが、その前に素敵なメンバーを皆さんに改めてご紹介したいと思います。時々立ったり座ったりしておりましたけども、とっても落ち着きのないやつかもしれません素晴らしいドラマは山下裕貴、うん、なんかでも無言のねコントチャップリンみたいだから、こうやってなんかモンモンとかしてね出てくる人もすごく似合いそうですよね。できませんか？そうですかそして、まぶしも帽子すごく定着してきましたね。すごくダンディーで本当に、この私は勝手にこの4人でディアブルースというふうに呼んでますけども、その、ディアブルース、そう、ありがとう、ディアブルースの中でもう一番こう要というか柱というかね、もう本当に、求めてくれてます。素敵な素敵なおじさま、名越和也、そして今日もいいですね。なんでかっていうとピアノがこっちの方向いてるので、皆さんミヤちゃんの笑顔というのを全面的にね、見ることができますけど、私の大好きな大好きな、もう一回言います、大好きな大好きなピアニスト中島ミヤ、そして今日の、主役は何よりも、ここに寒い中足を運んできてくださったお客様でして、本当に皆さんどうもありがとうございました。岡崎にはジャングルってあるのかな、ないですよね、そんなわけでいろんな動物が走ってるイメージをみんなでしながら演奏してみようと思います。最後の曲はアフロブルーを聴いてください。
供だと思います？みんな参加してよ、寒いから12までが子供、それから50までが子供それから55っていうその微妙なの、なんでそのことを聞いたかというと、ザ・クリスマスソングという歌詞の中にはですね、サンタが子供たちに、いっぱいのプレゼントを持ってくれっていうね歌詞があるんですけど、その中に1歳から92歳までの可愛い子供たちにという歌詞があるんです。ちなみに今日お越しの皆さんの中で、サンタクロースにとって、いやいや俺はでも大人だからという方は見えますか？はいですね、それでは、私たちがちょっとサンタになり代わって1歳から92歳の可愛い子供たちにメリークリスマス。Yeah.
誠にありがとうございます。なんか決まったな。